どうも、ぶひけんです。本日水曜日、朝一の作業に入る前にちょっとね、こういうものが来てるんですよ。免許更新の手続き、これでね、期限が5月7日までなんですね。だけど、ゴールデンウィークに入っちゃってて、カレンダー見ると今日しかないんですよね。飛んだもんでちょっと行ってきます。僕今度ね、ゴールド免許なんですよ、多分有料。ほんで講習時間が30分で済むって書いてあって、警察署でもいいんだよな。だからそんな感じでちょっとね、免許の方の更新手続きにちょっと行ってまいります。よいしょ。無事いや、表向けると名前と顔が見えちゃうんで、更新終わりましたね。なんでこんなのくれるんだろう。いや、人生初ゴールド免許ですよ。いえいえ、さあ帰ろ。作業、朝使ってきて作業を今始めるのですが、最初にちょっとボルトですね、これを隠すやつをちょっと買いに行きます。はい、買ってきました。ちょうどいいのがありましたね。さて、それではこっちの方に、でネジはこれをそのまま使えるので、でそのネジ頭が隠れるようになるので、これは最後、ここはもう止めちゃっていいな。スピーカーは止めちゃってよくて、で骨組み自体の加工にまた入りましょう。では、はい、ボルトで止めたら、よいしょ、このキャップをつけて、頭が隠れるという便利アイテム、うん、いいじゃないですか。これで目立たないかな。よし、じゃあこっちも同じように、あ、剥がれちゃっちゃう。まあ比べると最初のやつよりは全然綺麗にできてると思うんで OK だと思います。まあちょっと位置が変わりますけどね。まあ危険なとこにはやっぱ、まあやっぱりね、ついてた時片方は破損してて、こっちもね、もう鳴ってなかったんですよ。これじゃないですよ、変えたやつですけど。なのでやっぱりちゃんと固定ができてないと、まあどっかしら不具合は出てくるって感じですよね。ではよし、これで側面は完成です。では真ん中の蓋を作るために、よいしょ、こっちのフレームを両方ちょっと加工しね、加工っていうか穴開けないとですね。さて、穴は開けたんですけど、今度はクソ、ここに入るこいつを止めるこのサイズのボルトね、これがないのでもう一回行ってきます。マジか、チキシャー。はい、今かネジを買ってきました。ついでにお昼ご飯も買ってきて、もうお昼になっちゃったんですよ。ちょっと今微調整を繰り返して、正面の蓋のサイズが200、左右で225ですね。よし、そんな感じで作っていこう。細かいやつを今パーツを作ってるとこですね。だいぶここでね、一番最初に作ったスピーカーの蓋とこれが、とも締めされるようにこう、作るんで、そうすると、このボルトをパコッと外せば全部取れるようにしときたいっていう感じですね。よし、んで一応出口も開けといて、ここにもちょっと口一発開けたいんですけどね。そんな感じですか。まあなんとなく骨組みっぽくなってきたって感じですね。問題はあれ、問題っていうかね、最後にまあ同じ圧縮素材でここの形をうまくこういう風に作れるかなっていう、まあぴったしぴったしはちょっと無理なんでね、微妙にこう空いてるような感じでうまく作れればいいかなと思ってるんですよね。これ後付けの灰皿かな、これは圧縮トレイ。そうですね、まあ本当だったらね、コンソールみたいなの作っ
ってやっちゃって全部一体型にしてやるとね、もっとスッキリするんですけどね。うん、まあ急遽なんで